タッチ、ランマ2分の1、ルローニケンシンなど、大人気アニメのヒロイン役を数多く演じてきた声優、日高のり子さん。実は、ETC 社載機の音声もやっていたんです。この動画では、デビューから、現在までの日高さんの人生を記した自叙伝、天職は声優より一部を抜粋し、地獄の苦しみだったという、ETC 音声の収録裏話を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。以下抜粋。地獄の苦しみだった収録。ETC カードが挿入されました。車に乗ってエンジンをかけると、車内に響き渡る声。この音声を担当しているのが私だということをご存じない方は、まだまだ多い。なので、イベントなどでご披露すると、おおと思わず声を漏らす方も、たくさんいる。そして、その声が、どのキャラクターを演じた時よりも大きかったりして、私の方がびっくりしてしまう。反応の大きさは、その声のシェア率に比例している。どの世代にも、まんべんなく知られている私の声は、今のところ、みなみちゃんと ETC が半々という感じだ。いやいや出世しましたなぁ ETC。今となっては、ETC 音声に起用していただいてありがとうございます。という気持ちだけれど、その収録は、実は地獄の苦しみだった。収録の前に、一つだけ約束してほしいことがあるんだけど。ETC 音声収録の当日、機械音声の制作を専門にしている会社の社長さんが、誰にも聞こえないように、小さな声でこう切り出した。今まで、何人もの声優さんとお仕事をさせていただいているんだけど、みんな怒って途中で帰っちゃうんだよね。だから、これだけは約束して、絶対に帰らないって。え、そうなんですか？みんなというのが、誰なのか、何に腹を立てて帰ってしまわれたのかはわからないけれど、私は、今まで、一度も、仕事場で、そういうことがなかったので、はい、わかりましたと答えた。すると、絶対にだよ、約束だよ、と社長は念を押すように、真剣に、私の目を見つめてそう言った。そんなに？と、少し不安が胸をよぎったけれど、わかりました、約束します。絶対にそんなことはしませんと答え、社長さんは安堵したようにうんうんとうなずいた。ところが、スタジオに入って数分後、私はこの約束の重さを知ることとなる。アウェイ感満載の現場。ディレクションをされる男性は、機械音声の制作担当者だった。機械の音声には、適した声というのがあるんだよね。あなたの声がそうかどうかはわからないけれど。パナソニックさんがあなたがいいって言うから。なるほど、このキャスティングに疑問をお持ちなわけか。よくトラックがバックするときに、バックしますという音声が流れるでしょ？あの、クの音を出すのが難しくて、今までは、どうしても、バッしますとなっていたのを、バックしますと、初めて、はっきり音が出るように作れたのが、うちの会社なんです。なるほど。はっきりクリアな音声に自信をお持ちなのね。だから、あなたの声が向いているかどうかはともかく、そういう風に撮りたいので、とりあえずやってみましょうって。ものすごいアウェイ感。私の偏見かもしれないけれど、全く歓迎されていないと思った。こんな現場は初めてだ。これは大変だぞ、と、大きくため息をつきながら、太めをやると、怒らないでね、と約束を迫った社長さんが、眉をハの字にして、ごめんね、というようにうなずいていた。まずサンプル音声を作りますと、いきなり、耳元に、カンカンとリズムを刻む音が流れた。ドライバーの運転の妨げにならないように、一定のリズムとスピード感で情報を提供することが大切なんです。この音に乗るイメージで、何度か言ってみてください。カンカン、ETC カードが挿入されました。カンカン、ETC カードが挿入されました。何度も何度も同じ言葉を繰り返して、もっと高音で、とか、もっとリズムを大切にして、とかダメ出しをいただいて、やっと、一つのサンプルを作ることができた。ほっとしたのも、つかの間、カンカンの後、このサンプルを流しますから、言い方を合わせて、次の文言を読んでください。
カンカン ETC カードが挿入されましたとここまで聞いてからやっとカード有効期限は2022年8月ですと言えるのだ。皆さんが聞いたことのある言葉のすべてがこのやり方を繰り返して収録したものなので、私は自分のサンプル音声を何回聞いたかわからない。その作業が2時間近く続いた頃には ETC カードが挿入されましたを聞くたびに何かに追いかけられているような気持ちになって、誰か音声を止めて私をここから出してと叫びたくなってしまったほどだった。申し訳なさそうな有効期限が切れています。もうすでに十分なダメージを受けていた。にもかかわらず収録は続いていく。カンカン ETC カードが挿入されました。このカードは有効期限が切れています。日高さん、感情は込める必要ないです。カンカン ETC カードが挿入されました。このカードは有効期限が切れています。日高さん、普通にサンプルと同じ雰囲気でお願いします。カンカン ETC カードが挿入されました。このカードは有効期限が切れています。だから申し訳ないとか思わなくていいんですって。だから思ってませんって。申し訳ないなんて1ミリも思ってません。どうやら私は自分の思いとは裏腹に否定的な言葉を言うときには無意識に申し訳なさそうな声になってしまうらしかった。そういえば以前子供向けのドキュメンタリーのナレーションをしていたとき、畜産農家で育てた牛を出荷するため車に乗せて走る映像が流れ、一瞬だけ心の中でドナドナが流れたことがあった。そしてその後食肉処理場ですという建物紹介のコメントが入る。そういう場合はすっと何も考えずに行った方がいいと思っている。そうしたつもりだった。ところがここだけ声が暗くなったと言われたのだ。一瞬流れたドナドナ、可愛い子牛売られていくよの哀愁ある歌詞とメロディーに無意識に心が引っ張られてしまったのだと思った。この時はドナドナが流れないように映像から目を外すことで事なきを得たのだけれど、さて今回はどうしよう。ちょっと嬉しい気持ちに持って行ったら中和されるんじゃないかとか、親切に教えてあげるモードにしたらハマるかもとか、あの手この手を考えて結局なんとか乗り切った。最終的にどこにたどり着いたのかはいろいろ考えすぎたせいで覚えていない。ただピンチを乗り切ろうと頭に浮かぶアイデアがあまりにアホすぎて、そんな自分に呆れてピンチを通り越して笑ってしまったりして、そのおかげでモチベーションを維持することができたので、こういう性格でよかったな、救われたなとのんきに思ったことだけは覚えている。その後もあなたの声は波形で見ていますから、波形とずれたらダメなんですとか一文をそのまま使うことはありません。全部料金は510円ですのように切って別のテイクとバラバラに組み合わせて使うので、感情を入れても無駄なんですとか、10円のを聞こえるようにとか、15、16と後に数字が続くようなイントネーションで10を取ったりとか、今まで経験したことのない気の遠くなるような収録が続いて、やっと私の ETC は完成を迎えた。完成品を車に取り付けてもらい、走りながら音声を聞くと、あの時言われたことはこういうことだったんだと初めて気づくこともあり、その後何度も追加音声の収録があったが、収録のたびに少しずつスムーズに撮れるようになっていった。こうして私は苦労の甲斐あって機械音声というスキルを身につけた。以上、抜粋終わり。はい、という感じです。何気なく聞いていた ETC の声が実は日高のりこさんの声で、収録にこんな苦労があったとは驚きでしたね。あなたはどのようにお感じになりましたでしょうか。コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録とベルのクリックもよろしくお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。